皆さんこんにちは、衆議院議員の原口和弘です。今日はですね、深田萌さんに来ていただいて、いろんなことを聞きたいんですけども、政治を開いて、で国民の側に近づけると。でその中でも、深田さんが、まあ、これは深田さんの言葉ですね、中道下翼、まずここから聞いていきたいと思うんで、深田さん今日よろしくお願いします。ようこそお邪魔いたします。お見えいただいてありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい行動力でね、ガナハさんから紹介していただいて、はい、そしてもうアンケートもそうだし、今回の例のね、お注射の件、それからパンデミック条約、はい、すごいですね。で、中道下翼、あ、そうです ね、これ右翼とか左翼っていう言葉はあるけど、どういう意味ですか？よくね、私右翼のね、女神とかなんか、ね、立憲民主党の先生に右翼の女神の深田さんですねってお声掛けいただいたことがあるんですけど、実は私右翼の、ね、雑誌から干された、うん、ただの女神なんですよ。おー、いいね、女神で、何かというとですね、実はその右とか左とかね、言ってもですね、本当の、保守派や本当のそのね、リベラル その意見を言っている人よりも、それを装ってグローバリズムを推進している上級国民の方が実は大手メディアには多いわけですよ。確かに、ディープステートの手先っていうか、傀儡ですね。そうですね、だからそういうね、自分のポジションを考えて、じゃあ深田萌は左翼だっていうことを右翼から言われていて、まあ、左派の人は私のこと右派だと思ってるんですけど、実はその私って右も左も国民だから、うん、その右と左の意見をどちらもきちんと聞くっていうのはすごく大事なことだし、うんうん、ね、やっぱりその左派の考えている人権ですよね、うん、国民の人権って非常に重要なんです、ね、ただ人権もですね、国家から与えられているものなので、国家という体制もどちらもやっぱりね、国家と人権、国民の人権、これがトレードオフの関係にある中でどのようにバランスを取っていくのかっていうのが一番重要だと思ってるんですよ、うん、そんな中、私たちの、ね、意見、普通の一般庶民、うん、そう、お金もそんなお金持ちでも何でもない普通の庶民にとってのその共通の利益ですよね、うん、そういうものが上級国民、大企業の経営者やその外資系企業の社長さん、経営者、その株主、そして、政府の人たち、それプラスしてやっぱり政治家という上級国民の意見ばっかりがまかり通っていて、私たち、うん、その仮想階級の人間の意見って全く無視されている状態なんですよ。まあ、99.999% ね、はい、仮想というよりか、まあ、ほとんどの人たちですよね。そうなんですよ。だから私たち普通の人間からしたら、税金上がったら生活苦しいんです、うん、ところがそれがすごくいいことだっていうことをね、まあ右派のまあ有名な方が突然言われたりですね、刷り込まれてるわけですよね。まあそういう人たちグローバリストだし、そうです、新自由主義者だから、しかも、ちょっと立ち悪いのはその傀儡だから。そうなんですよ、本家でもないから。本家じゃないんですよ。だから紋切り型の同じことをそのね、いろんな言論人が突然同じタイミングで言い出す時ってあるんですけど、その通り、ああいうのはやっぱりね、グローバリストに言われた、ね、そういうふうに言わされているっていうふうに見てほしいんですよね。その通り、要するに犬笛吹かれてるわけですよ。そうなんです。吠えろって。で、私たちね、中道から見たら、真ん中で割ったら右と左に分かれるの当たり前なんですよ、うん、そう真ん中で割ってるんですからね、うん、そうするとそのこの真ん中で割って右と左を戦わせて、国民を弱体化して、国民の力を弱くして、うん、上級国民の意見だけが通りやすい、そういう政府に今なっているっていうことが、私たち下級国民、中道下派、中道下翼にとって非常にクリティカルな問題だなというふうに何年も考えてるんです。いいね。だからもう沈む船の中のイストルゲームを、右だ左だって、そのバーチャルな分断をされて、お互い憎み合えと、俺らはその上で左打ち輪で君たちを搾取しとくよって、
こうは言わないからね、あの右のやつが悪いんだ、あの左のやつが悪いんだって煽ってますよね。そうなんですよ。だからやっぱり今そのね、一般層ですよね、その普通の所得の人たちって、うん、政治が悪い方に動くとやっぱり右翼の政治家が悪いとかね、うん、やっぱり左翼の政治家が悪いとか、うん、右派は左翼が悪いと思う、左派は右翼が悪いと思う。そうね。でこういう状態なんですよ。左翼が悪いとかネトウヨがどうのって言いますよね。そうなんですよ、はい。でもね、アメリカ、まあ福田さんもよくアメリカ、僕もアメリカこの間帰ってきたけど、アメリカのその右左のすごい広さから見ると日本ってまあ中道のちょっと左ぐらいなんですよね。そうですね。そこに収まっちゃうんですよね。そこに収まってますよね。だからやっぱりそのアメリカよりも多様性がないっていうことが日本にとってちょっとね、あのマイルドな形で、うん、グローバリズムが進んでいるっていうのがちょっとマシだったかなっては思います、うん、確かにマイルドな形で進んだんだけど、その分ゆでがやる状態で深刻ですよね。深刻なんです。あの日本国民のね、このメンタリティの深刻さって何かというと、うん、あの何も戦ってないのにまず先に諦めるっていう、ね、そうね、この癖がもう非常にね良くないと思ってるんです。そうね。だからもうアメリカ帰りって言えばなんかもう英語もよくわからんで、その理論もようわからんけど、なんとなく偉そうで、で、ああそうでございますかっていうのが多いよね。そうなんですよ。だからその向こうでアメリカでそのアメリカ人とその話し合いとか議論とかしたことがないとですね、アメリカから来たっていうだけでなんかすごい情報をもらったっていう風に舞い上がっちゃう指揮者が意外と多いってね。不思議だよね。昔は鬼畜米英とか言ってたのがもう今は様ですもんね。そうなんです。様なんですよね。でしかもアメリカの中でね、そのやっぱりシンクタンクってそれぞれ意見全然違うこと言っているのに、一番グローバリスト寄りの意見だけ取り入れてるっていうのが日本ですよ。そう、ジャパンハンドラーズっていうかな、もう日米安保でもって大儲けして、そして自分たちのビジネスモデルとか言ってるけど、あれ実は日本をモデルにして、そしてそれでもって理論的に完成したのを日本人が えらいありがたがって大金はたいて、うん、ははってやってるって、あ、そういう大したことないって。そうですよ、うん、本当に大したことないですよ。本当にね、あのアメリカの中でも意見が割れているのに、うん、さもアメリカっていうものがね、一つしか意見がないんだというような誤解が日本の中で蔓延しているっていうのが非常に今クリティカルなことだし、うん、その中でやっぱりね、その言論の自由が徐々にこう担保されなくなってきているっていうね。そうね、おっしゃる通りですね。少なくとも政治的スタンス、アメリカはまあ大雑把に見て14ぐらいあって、うん、その14の中を逆に僕らは近い人たちを3つぐらい集めてネットワークを張ればいいんですよね。そうですよね。でやっぱりね、日本人を見ていて思うのがものすごくおとなしくて、誰も戦わないっていうね、うん、アメリカなんかで言うと労働組合がですね、その自動車メーカーに対してストを1ヶ月みっちりやったわけですよ、うん、そして賃金 25% アップ勝ち取ってるわけです。でこれを見てるとですね、日本のそのごめんなさいね、左翼の皆さんのことをちょっと今悪く言いますけど、いや全然いいですよ、僕左翼でないから。労働組合のねがね、もっとね頑張ってそのね働いてる人の賃金を上げるとか、うん、そういうことを、もっと主張するべきところなのに、あのね、3000円給料上がりますで戦って勝ち取りましたぐらいで終わっちゃってるんですよ。そう、もっと勝ち取らなきゃいけないよって。で、まあ、私はね、右翼の女神って呼ばれてるんですが、実は労働組合のその、うん、講演なんかにも行ったりするんです、うん、だから労働組合の皆さんもね、自分の権利としてこれだけそのね、休みはこれだけくれとか、もっと給料上げてくれ、だって手取りが減ってるんだから、うん、額面的には手取り減ってるので上げてくれないと困る、インフレも起こってるってことをきちんと主張していかないといけないですよってことをお話ししています。いや、そうなんですよね。で、もともとその日本の労働運動ってのはかつては激しかったんですよね、うん、でそれがずっと骨抜きになってきて、うん、で僕は逆に言うと労働運動出身でないんですよ、はい、僕は経営者
松下幸之助さんの弟子だから、で逆に言うと幸之助さんはまあ経営の神様って言われたけど、彼は労働運動をとっても大事にしたんですよ、それがやはり会社が発展する一番大きな人が城であり生垣だからですね、当然のことなんですよね。でさっきあの福田さんがおっしゃったその国家とその国民との関係、つまり、まあ僕ら天賦人権説、その人間の尊厳というのはそもそも備わったものなんだと、でその備わったものであるからして、そのそれが国家を作っていく、でその国家はそれぞれの人間の尊厳を保障する責務があるんだと、これのあのインタラクションなんですね。どっちかじゃないんですよ。国家主義的に上から何かかぶせりゃいいっていう話じゃなくて、まさに人間の尊厳というか、まあ、憲法に書き込まれたあの一人一人の人権がですね、寄り合って、そしてもってあの法治国家、いわゆる国民国家を作っていく、過程なんですよね。あれ深田さんって大隈重信のところですか？あ、そうです、あの早稲田ですなるほど、ご縁ですね。あの目の前にあるあの方が、青年海外協力隊をお作りになった末次一郎先生って言って、沖縄返還運動、それから北方領土返還運動をされた、素晴らしいですね、すごい方なんですね。僕と同じ家紋で、後ろが大隈、僕らまさに縁の深い同じあの家紋なんですよ。すごいですね。あの竜造寺っていうか、なんだか竜を集めろっていう、竜造寺っていうのは佐賀藩、今、竜造寺鍋島っていうんですけど、その中のまあ一番の暴れん坊がこの大隈重信なんですね。だから僕らの家紋の中には剣が入ってるんですね、花剣菱って言って、あ、なるほど。で竜造寺の軍旗は十二冷やしって言って、これは日照記の元になったんじゃないかって言われているものなんですね。だからこうやって国旗を飾ってるんですけどね。素晴らしいですよね。アメリカだったら当たり前にあの国会議員の事務所に国旗があるんですけど、こういうのあの入れていくと、右翼だったんですかってよく言われて、僕はあの福田さんが動画で言ってくれたけど、拉致議連の立ち上げたイニシャルメンバーなんですよね、すごいですよね、本当にあの国民の人権のために非常に尽力されていて、国家主権を、の侵害だから、国家主権の侵害であるとともに、人間の尊厳、人権の侵害ですからね、この両方の侵害されて黙っとくっていうのはおかしな話で、だけど、不思議なことに、その拉致の問題については、人権のことをやってる人がなかなか近づいてこないんですね。なるほど。あれはあの反動右翼がやってるんだと、ね、で今度 の、 あのパンデミック条約とかいうのは、まさに国家主権の問題であるにもかかわらず、なかなか近寄ってこないんですよ。今度は右翼が近寄ってこないですね。いやパンデミック条約であるとかIHR の、ね、改正っていうのは、これは主権とあの、ね、人権の問題がその両方をそうあの危うい状態になってるわけです。ということは国民国家が弱体化するという方向でその条約やその規則が決まりそうであるにもかかわらず、その右派左派っていうところが全然その反応してくれないっていうのは、これはいかがなものなのかなと思います。だから本当は国家主権とか興味ないんじゃないかなと思って。そうですよね。僕ね、12年前に国家主権三法っていう法律を作ったんです、それ何かっていうと3つあって、1つがその重要な土地の先替え、まあその中の1つが尖閣だったわけですね、あるいは戦略的なあの防衛上大事なところ、あるいは水源とか、そういったところを国家が先に買うんだという法律、それから2番目が領海法、領海法の改正、日本は世界で6番目に広い領海を持っているわけですけど、その割には海に関する法律が弱すぎるんですね、で3番目が国境離島の侵攻、どんなにその国家主権、領土の保全とか言ったって、その地方がもう荒れ果てたんじゃね、全然そこに住む人もいなければ、いつの間にか誰かが住んじゃってるっていう話になるから、この3つを作ったんです、
でこれは右左関係ないんですよ。関係ないですね、うん、国家主権と国益を守るために行動する議員連盟っていうのを、うん、当時僕らは与党で、民主党と自民党の人で作ったんだけど、今度彼らが与党になった時これ開こうとせんですもんね、逆にね。そうですか、逆に開こうとせん、あの中国船に体当たりされた事件があったじゃないですか、解放、はい、ね、であの時僕らはこの国家主権と国益を守るために行動する議員連盟で、はい、あの尖閣に飛行機飛ばしたんですよ、ところが僕3回尖閣の上を飛んでるんだけど、自民党政権の時はあの海保の飛行機、それから自衛隊の飛行機で飛んだんだけど、うん、西村慎吾さんたちと、俺らの政権の時は飛行機も出さない、やめてくれって言うから、ざけんじゃない、じゃあ自分で金出して行くぞと言って、某下地幹雄に頼んでチャーター機出したら500万も取られて、まあ、ボラボラボラ聞かなかったことにしました、はい、ね、いやでも本当にね、そういったあの離島であっても、その私たちの領土を侵害されるっていうことは私たちの権利侵害されてることだから、 それに対してね、あの国会議員が反応しない、そして国民が反応しないっていうのは権利意識がもうそもそも低いということだと思うんですよ。で、私あの政治活動をしていて、これはまあ右派も左派もどちらにも言えることなんですけど、特に右派に言えることですよ。左派の方はやっぱりね、活動履歴非常にね長いので、あのノウハウを確立してるんですけれども、政府がその隠蔽をする、この時に対してほとんどこうね、アクション取る人がいないんですよ。いない。で、やり方もわからないから、あの、ね、ネットで文句言ってるだけでいいやっていうことに落ち着いちゃうんですよね。いや、その通り。だってこの間中国があれ V って言ってるけども、あれ V どころの話じゃないでしょ。何にも言わないんだもん。うん、そうですよね。だからそのちゃんとそれは何なんだっていうことを開示しろとか、いつまでそのね、そのミサイルの試験を、何か飛翔体が飛びましたとか、そういうふざけたことを言うのはやめろって、その通り思うわけですよ。今度人工衛星をミサイルと言ってみたり、だからもう恥ずかしい、で特にロシアとの関係で、ロシアって、まあ、末次先生がよくおっしゃったけど、あの最初にね、ナンバーワンが何か言わないんですよ、ナンバーツーがまさにこう気球を、観測気球を上げるんですよ、ね、例えば北方領土にミサイル基地を置こうかなって思うと、ナンバー2が置くかもよって言うわけです、はい、でその時に徹底的に言わなきゃいけないんですよ。あ、なるほど。言わないから、あら、いいのかなで、結果そのずる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 やられてくるわけです。なりますよね。だからそのね、あの日本人ってあんまり意見を言うっていう、そういう習慣がないじゃないですか、そういう人たちがそのままその国会議員になって言うべきことを言っていないなっていうことも感じます。その通り。し、そういうぬるま湯の国会議員に対してなんでちゃんと言わないんだっていうことをね、ちゃんと直接抗議しないっていう、やっぱ国民も権利意識がやっぱ低いなって思うんですよ。低いし、なんていうかな、やっぱり7年間間接統治受けてるから、例えば原爆についてだって、この間アメリカで散々言ってきたんだけど、あの日本が公式に抗議したのって1945年の8月10日だけなんですよ。え、その後もやってない。どうしてですか。いや、もう尻尾巻いちゃってるわけです。ロスアナモス研究所、ABCC、ペンタゴン、国務省が言ってる通りのことを言ってる。で、それに逆らうっていうことは、もう日本がなくなるんだと、それはもういわゆる自称保守の方、でそれは保守って言わなくて傀儡って言うんですよ、ね、そうですよね。いや、私はあのアメリカに行ってね、やっぱりその向こうの、まあ、議員先生だったり、やっぱりそのね、スタッフの方に会ったりするときは、やっぱりその日本が抱えてる問題についてお話をするんですよね。で、まあそして、まあ、原因はアメリカから来ているものが あって、私たちこれで困ってるんですっていうことも一応お話をするんですよ。で、なんて言うと思います？例えば、
日本はスパイ防止法がないんです、うん、で、うん、皆さんねこれアメリカのせいだとか言われてるわけなんですけど、うん、なのでその日本国内でスパイ活動中ね某国がやってるのを何ともできない状況なんですけれど、うん、その中で、まあ、アメリカのその技術や情報も盗まれてるのどう思いますかって言ったら、うん、そもそもなんかねスパイ防止法が日本にないってことすら知らないわけですよ。まあ、知らないし知らないっていうかむしろ逆に日本一番スパイしてるのは僕はアメリカだと思う、うん、Xキースコアでも何でも。だからあのこの間メルケル氏がね、アメリカに盗聴するなって言ったじゃないですか、はい、あの時日本の政治家は何つったかというと皆さん盗聴に気をつけましょうって言ってもうずるってなんで抗議しないんだよって。いやだって日本はそもそもあの法律上を盗聴をしてもあの刑事罰つかないんですよね。盗聴した情報を使って犯罪をした時に別の罪で罪に問うことはできるんですけれども、だからその法律の立て付けの問題もあってね、そういったあの 穴が開いているあるだけ存在するだけで刑事罰も何もない意味のない法律はもうやめてほしいと思ってるんですよね。おっしゃる通り、登場する時点でそれが犯罪なんだっていうことが言えなかったらですね、やられたい放題なわけじゃないですか。そういうことを保守派や右派のそのね、政治家の先生たちが変えようともしないというのはちょっとおかしいんじゃないのかなと思ったんです。全くその通り。僕は1996年に国会に始めてきたんですよね、はい、でその時に安全保障の基本法どうなってるかっていうのをずっと調べたんですよ、うん、はい、そしたらねちょっとなんか腰抜かしたっていうのは、日本独自で何かをやるっていう国家安全基本法ってなかったんですよ。アメリカとそのガイドライン、はい、アメリカ様がなんかアクションを起こされた時に一緒にやりますっていうのはあるけど、それ以外ないわけです。で、はい、同じ敗戦国でもドイツ、はい、ドイツは自分たちが攻められたら何をやるかっていうその安全基本法があって、そしてその余力でもって、例えば NATO と、あの協力するっていう形なんです、はい、ところが日本はそのそもそもがないんですよ。そもそもがないからアメリカが何かをやって、そしてデータリンクでもって、まあ、ガイドラインでこれやれ、あれやれっていう形になってると、それおかしい。これ左から見てもおかしいんですよ。だって超法規的にやられちゃうわけだから。そうですよね。ね。で、それはダメだって言うんで自民党の若手と一緒にテーブル作って前原君たちと一緒に国家安全基本法っていうところまで作ったんですよ。で、その次は何をやるべきかというと、そのガイドラインじゃなくて日本独自でその日本の空を開発したり、日本独自で日本のそのまあラプコン、はい、あのカデナラプコン、何ですかラプコン、ラプコンって航空管制です。はい、あ、航空管制、管制もあのアメリカにずっと握られてて、はい、例えば横田 ラプコン、はい、横田空域っていうのは膨大で、はい、僕今日佐賀からここまで来たんですけど、ぐるっと房総半島そのいわゆる横田空域をこうまたがない形で飛んでいくわけです、はい、でこういうのも早めに変えないと、はい、それから沖縄に行かれたらお分かりでしょうけど、日本の飛行機って、あの最初からこう低いところをこう飛んで着陸するんですよ、うん、なんでかっていうと垂直のところにカデナがあって、そのカデナ飛行場を飛び立った米軍機がやっぱり空は高いところに早めに行った方が、あの安全なんで米軍機が上を飛ぶんです。うちの飛行機はでっかいこんな500人取りとかが下を飛ぶわけです、そうおかしいだろうと、主権国家として。だから本当のね独立を僕あの尖閣にそうやって行った後辺野古で、高須先生と一緒に黒覆面に追っかけられたんです。何ですかそれ。黒覆面に辺野古の基地を作ろうとしてるわけですよ、はい、でね、で何やってんだと、あの僕は自主独立派なんで、はい、あやったら黒覆面ってその米軍から雇われた時給、時給じゃない、1日6万円の人たちに、出てって言われたんですよ。
俺尖閣に行って中国船に出てけって言ったのに、はい、自分とこの海で自分とこのそのアメリカ人から雇われた日本人に出てけって日本の国会議員で言われたんです。もうむちゃくちゃ遠い。あれ写真あるっけ、その辺に。黒船、それアメリカがやってる。そうそう、アメリカが雇って防衛省を返してやってるやつ、黒船。だから、おここ日本の海だろうかって。で、高橋先生がね、いや、梶原さん怒っちゃいけませんって、あの方々もね、アルバイトでなさってるから、で、6万円ってすごいじゃないですか。で、6万円じゃあもらってんかって言ったら、なんと本人たちは9000円、残りの5万1000円は中抜きされてるんですよ。え、なんですか、人材派遣会社 P じゃないですよね。なんでもないです、すいません。 P ちょっと今意味が分からなかったけど、なんかディープなあれですか。ディープなこと振ってすみません。まあね、やっぱりね、やっぱりこうね、こういろんな意見、いろんな価値観がいる人がね、同じ国土の中で暮らしていて、うん、やっぱり一番大事なのって民主主義のやっぱりね、やっぱり根幹にあるものって政府がですね、ちゃんと情報開示をしてくれるかどうかってことが一番大事だと思ってるんです。で、まあ私はね、LGBT の運動を、うん、LGBT 法案の中で女性の権利が守られてないよっていうことでね、うん、まあ運動をしたことがあるんですけれども、やっぱりその時にそのね、隠れ推進派だった、うん、まあ某与党の議員と対立することになってですね、うん、で署名を2万5000集めた後、それを持っていこうとしたら、与党のね、また別の先生に持っていこうとしたら、うん、そのね、重鎮議員と対立しているものは受け取れないって言われたんです。私ね、そうやって圧力かけて回ってるわけですよ。信じられない。信じられないでしょ。そのね、国民の請願を拒否する、しかも2万5000、1週間で2万5000集まった、すごい行動力ね、署名を拒否する与党がこの世にあるのかって思ってですね、まあ、私たち国民の権利ほとんどないじゃないですか。請願っていうのは憲法で保障された私たち国民の、ね、権利であるはずなのに、うん、そこに権利はあるけれども行使させないっていう、このね、今の国のあり方がものすごい頭にきているんです。しかも俗人的でしょ。そうです、なんとかっていうのと敵対してるから、あるいは対立してるからって、そんなの関係ないじゃないですかね。そうです。しかも政策批判しただけで、ね、与党の印鑑ついて、これ以上やったらね、刑事的な、ね、法的措置を取るみたいな、そういう脅迫状まで来たんです。それはでもその国会議員のなんとか俗人的なアホさ加減とひどさ加減ですね。そうです、だから奢ってますね、それね。もうね、政策、なぜこういう脅迫状を送ってきたのかっていうことを、その私訴訟をしてね、うん、向こうの与党の弁護士に聞いたらですね、政策批判をしたから送ったんだって言ったわけですよ。そんな政策批判するのは私たち国民の権利ですよ。当たり前ですよ。その権利すら行使させてくれない、その権利を行使しようとしたら脅迫をしてくる、そして刑事罰、警察を使ってお前を追い込んでやるからなっていう、そういうことを脅しをかけてくるっていうね。それって全体主義国家じゃないですか。そうです。だから私はね、国民の皆さんね、右とか左とか関係なくって、開かれてるね、国っていうのは私たち一般国民、仮想階級、一般庶民、仮想階級ですよ。私たちのような中道下欲が何言ってもいいはずなのに、それすら許されない、権利はそこにあるんだけど実際行使しようとしたらそれが許されないっていう、この今の政治のあり方をもっと変えていこうという意識を持ってほしいなと思ってるんです。それも僕も昔その党にいたけど、例えば拉致行動議連っていうのを作った時も、あの時も認めろって、はい、自民党の国会議員と一緒に行ってんのに、お前らは反動右翼だから認めないって。反動右翼、まあ、確かに右翼かわからんけど、反動右翼って一体何なんだと。人権の問題だろうがって、うん、いやそんなものはないんだと、お前らは勝手に作った陰謀論で、もうあれ認めさせるのに随分時間かかったんですよね。しかしその時でも
お前らは俺らに反対してるから受け取らんとは言わんかったな。それひどいわ。そうなんです。だからやっぱりね、おごってるよね。そうなんですよ。だからもっと私はそのね、この国の政治が開かれてほしいと思って、うん、人々に開かれるべきだと思ってるわけです、うん、こういうことを言うと右派からは左翼っていうふうに呼ばれるんですけど、これアメリカでは当たり前のことで、いやどこだって当たり前ですよ。そうなんです。自分たちに権利があって、権利は与えられてるけど行使してはならないなんて、そんな国ありませんからね。権利はもともとあるわけで、それを保障するのが中央政府と地方政府の責務なんです。あのね、僕いくつも法律作ったんだけど、はい、例えば、障害者保護法っていう法律があったんです、はい、それから消費者保護法って、それおかしいでしょってね。その国民が権利の主体なのに、なんで保護の客体になってるのって、いつの間にかそのじゃあ保護してくれるのは誰よって、うん、それよくわけわかんないんですよ。でそれ全部ね変えたの。国民の権利をそこに書き込んで、はい、それを中央政府地方政府は保障しなきゃいけないっていう形に変えたんです、うんうん、だってだからこそ守られるわけ、はい、主権者っていうのはそういう意味なんですよ、はい、だからあの深田さんがおっしゃるような、その喋る権利、抗議する権利、それを守んなきゃいけない人間が押さえつけるっていうのは、まあ全く本末転倒ですね。いや本当ちょっと長くなりすぎた、はい、ありがとうございました。